青い時代って書いてるみてえだが。これ明石がつけているスマートグラスに似ているわね。ちょっと見てみっか。うわ、どうした罠か。警戒せずに装着しようとするから。いや、なんか空中に映像みたいなのが見えんだよ。明石家テレビクルー時代の栄光。テレビクルー？明石がコンサルタントになる前のことか。それってもしかして木内の時みたいに過去映像が見れたりするやつ？いや、あれは木内がクローザーの精神を追い詰めるために見せていたものだ。今回の場合はおそらくだが、明石自身の自己顕示欲か過去を美化したい認知から来るものだろう。つまり理由は何であれ、片山先生の時のようにこれで明石の過去が見えるかもしれないのね。仕掛け人とのつながりも何かわかるかもしれない。見ておきましょう、ワンダ。明石系の輝かしい活躍はゴールデンタイム番組の AD から始まった。青春熱血バラエティー青春ゴーゴー学校対抗クイズ。あ、私この番組知ってる。小学生の頃結構見てた。集まれ小学生発明家 Z。 あー、これも超見てた。頭いい小学生がいっぱい出てくるんだよね。俺も見てたな。いろんな科学実験やんのが面白くってさ。これらは明石が携わってきた番組ということよね。なんというか印象違いますよね。こんな子供たちが活躍する爽やかな番組作ってたって。全国ダム探訪、今日も各地の素敵なダムを紹介いたします。この番組は知らねえな。平日の午前中にやってるんだよ、これ。風で学校休んだ日に見たことある。確かテレビショッピングとかの合間にやってる15分くらいの番組だったような。ダムの歴史とか施設とかそういうのをずっと紹介するって感じの。言い方は悪いかもしれんが、それはまた地味な番組だな。私が初めてディレクターを任された番組はダム探訪。十数年続く長寿番組ではあるが視聴率は低い。いわゆる枠組みの中の穴埋め番組だった。番組のフォーマットを変えることは許されず、低い視聴率を甘んじながら淡々と撮影するだけ。はい、カット。二人ともお疲れ様でした。これで今回のロケは終了です。明石さんもお疲れ様。まあ頑張っても視聴率上がんないけどね。痛いとこ疲れちゃったな。あら、でもうちのおばあちゃんはこの番組楽しみにしてくれてるわよ。楽しみっていうか、午前中に家事をする人の時報代わりに使われてるだけだよ。まあそれでも
見てくれている人がいるならさ、期待に応えられるように精一杯頑張らないとね。明石さん、仕事できるしやる気あるのにな。なんでこんな地味番組に飛ばされたんです？飛ばされたってことはないと思うんだけど、特にやらかした記憶もないし、短時間の放送内容でもディレクターとして実績を積んでこいってことなのかなって。そうっすかね。まあ明石さん、仕事やりやすいから俺としては大歓迎なんすけどね。でも明石くん、この間企画出してたじゃない。あれが通ればゴールデンに復帰できるわよ。ああ、先輩に渡した企画書ね。あれはかなり自信があるんだ。あの企画、私もいいと思う。絶対通るって。おお、ゴールデンのディレクターになったら俺も呼んでくださいよね。私も私ももちろん。というか、もし企画が通ったらなんだけど、君とはその人生のパートナーっていうか、そういうの申し込みたいなって。本当？嬉しい、明石くん。ちょっと独身の俺の前でやめてくださいよ。めでたいけどさ。これ明石の過去だよね。なんかすっごくいい人っぽくない？仕事もプライベートも充実したような爽やかな青年という印象を受けるな。こっから何があると、あんなうさんくさい男が出来上がっちまうんだ。次回へ続くってことはまだこの先があるのよね。お宝を探しながら映像の続きも探してみましょう。ここ宝箱、うん、これ良さそう。みんなの助けになりそうだね。忘れるなって書いてあんのか。一体何のことだ。もしや過去映像が垣間見えるのは、明石の自己顕示欲でも過去の美化の認知でもないのかもしれん。この文言から察するに、例えば本人の欲望がねじ曲がってしまったことを忘れないための認知とか。ありえるな。何がそこまで奴を歪ませたのかは分からんが、何にしてもさっきの続きが見れるんだよね。スマートグラスかけてみようよ。部活同士で対決するんだよね。剣道部 VS 家庭科部とか。そうそう、種目によっちゃ結構いい勝負になるんだよな。部長が泣いちゃったりしてさ、各学校の青春ドラマが熱いんだよね。
ということでしょうね。クローザーたちも知ってるなら視聴率も高そうな番組ね。先輩、部活対抗バトルキングダムは僕が提出した企画ですよね。それがなんで、どうして先輩の企画ってことになってるんですか？え？だってお前、忙しいだろ？全国のダムのロケでさ。それに経験の浅いお前にはこの企画もゴールでも難しいって。俺がちゃんと花形番組に育ててやっからさ、任せといてくれよ。いや、でも。よろしくお願いします、先輩。この度は抜擢ありがとうございます。ああ、 MC よろしくな。それと今夜は例のホテルで会食、いいよな？はい、もちろんです。え、あの、ごめんね、明石くん。私もやっぱりゴールデンの番組欲しくてさ。ダムタンもいい番組だと思うよ。これからも頑張って。そんな、今のってパリ邸に言えば、自分の企画も交際相手も奪われてしまったということか？こりゃ腐っちまうのもわかるな。でもだからといって明石の今の悪行を看過できるわけじゃないわ。次のパネルも見てみましょう。明石さん、あんたロケ台着服してるってマジっすか？な、そんなわけないだろ、したことないよ。ああ、やっぱり。んじゃあ、あの子の嘘か。あの子？明石さんがプロポーズしてた子ですよ。彼女どこかしこでも先輩にべったりっすわ。そんであんたの悪い噂流してます。はあ？そりゃ元彼に戻ってこられちゃいろいろ困るでしょうしね。嘘だろ、なんで。明石くん、何？先輩が新しく出した企画、あれは僕が以前に君に見せた企画書だよね。君なら証明できるはずだ。あの企画は僕が作ったものだって。何のことかな。ちょ、なんだよ、俺がお前の企画をパクったって言いてえのか？証拠は？証拠は、同じ企画が僕の PC にあります。はっ、そっちが俺のをパクって言いがかりつけてるだけだろ。これは正真正銘俺の企画だよ。ねえ？
わかんだろ、アカシ。この業界はさ、食うか食われるかなんだよ。あとお前、目立ちすぎな。もっと媚び売れよ。そんなんだから狙われて食われちまうんだ。まあ俺の場合、お前の彼女を食っちゃったわけだけど。やだ、先輩ったら。やっぱりさ、人を食い物にしてでものし上がるガッツがある人って素敵なのよね。明石くんにはそういう才能ないってこと。食われる側の弱者なんだよ、君って。だからバイバイ。企画が書けるだけでも何も成し得ない人心掌握、世渡り、戦略と根回し、すべて必要だ。周りの連中を食い散らかす覚悟を持った者だけしか生き残れない。そういう業界なんだ。いやな、この業界だけの話じゃないな、社会全体が。食うか食われるか。他人の不幸は蜜の味と言うだろう。誰もが心の奥底では悪意を抱いている。明石、お前には才能があった。だからこそ餌として狙われた。才能がある。何？才能があるから潰される。若い目は潰され、有識者は叩かれ、才は消える。自己の保身を望む者たちに捕食されてな。食うか食われるか、お前はどちらを選ぶ？僕は、私は。ならば私は全てを喰らい尽くしてやりますよ。弱者を、才あるものを、利用できる全てを、食って食って喰らい尽くしてやります。私は正義のコンサルタント、明石圭。悪を懲らしめ、あなたの企業をお救いいたします。バラエティ番組なんかじゃない、リアルなエンターテインメントをあなたに。私は先輩や恋人に裏切られて食い物にされて、欲望が歪んで。逆に他人を食い物にするために悪徳コンサルタントに転向したってことか。自分がそうだったからって欲望を食い物にしていいわけない。ええ、その通り。むしろこんな辛い経験があったなら、彼の力は人々を救うために使ってほしかった。人間は皆そのように強くもない、
ということだろうな。負の感情も人間が生きる欲望の一つだからこの記憶が見えた。自分が食い物にされたことを忘れぬことで自らの生命欲としていたのだろう。しかし事実としてあるのは、明石は心が歪み利己的に人々の欲望を奪い続けていることだ。放っておけば片山やその他大勢の人間が奴の犠牲になってしまう。ええ、明石を改心させましょう。片山先生や被害に遭った人たちのためにも。